はいどうも東京トニーです。今回は X で教えている人がなかなかうまくならないので新しい課題を考えました。まあ、題して戦隊衣装を意識しようです。まずこの人がうまくならない理由として、まあ、多分だけどね、思いつくのが自分が今何をしようとしてるのかは分かってないんだよね。まあ、東京トニーは絵を描くために線を描くんだけど、その人は線を描いてそれが絵になるって感じなんでね、まあ、一見すると同じなんだけど、まあ、その人は目先の線にとらわれすぎちゃうっていうの、まあ、大きい範囲で絵を見れないから線の流れとかつながりにいまいちピンときてないんだよ。だから絵を描いてて紙回ったりだとか、自分の手に線が隠れて線が見えなかったり、まあいろいろある中で、まあ多分だけど迷子になっちゃうと思うんだよね。で今回はだな、その人が使ってるであろうルーズリーフを用意したので、まあ早速やっていきたいと思います。まずこのルーズリーフっていうのはここに点々が書いてあって、なんだろう、マス目が分かりやすいようになってます。まあ書きやすいようにね。でまず区画分けをして、まあ4マス4マスぐらい、だいたいねこの辺ぐらいの大きさの中で、まあ、線対称を作ってみようという課題です。まあ、ちょうどここだよね。でこれ今横幅2マスなんだけど、2マスだからこれをまあ割ると2で、そうすると1になるよね。つまりこのちっちゃい範囲の中でこことここか、この狭い範囲の中で線対称を描くという課題です。やっぱね、いきなり大きいといろいろと迷子になっちゃうので、まずはちっちゃいところから。ポイントとしてはまずこのマス目、ここね、こことここ、こことここは厳守します。これなんでかっていうと、変なところから始まっちゃうとやっぱどっから始まったのってなった時に分かりづらいので、まあ目印だよね。こっから書き出したらもう絶対分かるじゃん。ではまずはこっから、まあどんな風でもいいわ。ただまあ最初は普通にね、あでもな、普通の曲線にするか。こんな感じで、でここで見てもらいたいところが、まずここ。ここね。で、次に、ここ。で、こっから始まってるっていうことは、まあ、こっから始まってるので、まあ、ちょうどマス目で数えて。で、次に、ここ。こことここの隙間を意識してあげる。こことここ。で、それで大体どんなもんかなって。ってなってきたときに、まあ、細かいところなんだけど、空間を見る。こんな感じで。で、あとでこの辺っていうのが何ミリぐらい違うのかなって。まあ、東京都にもちょっと今回は自信ないんだけど、ここまで厳密にやることはないので、まあ、6ミリぐらいか。まあまあ、だいたい厳密に、うん、そんなもんかな。とこんな感じでやっていきます。で今のってこっち側からスタートしたけど、これをこっち側の方からスタートしてもいいよね。これをまた4マス4マスで区切って、4マス4マスだとちょうどこのぐらいだわ。でまたこうやって線を引いてあげて、じゃあ今回はちょっと尖らしてみようかな。こうやって線を尖らしてみる。ちょっと今回は遊びをつけて、ここをちょっとヘニョンってさせました。わかるかな。でスタートはここ、でこっちのスタートはここ。ここでもう2点分かる。あ、逆だな。普段やらない練習なので。で、ここと、ここ。まあ、ヘニョンとさせてね。で、この時にちゃんと見てあげる。ちゃんと見て、あ、こうだな、こうだなっていうことをちゃんと確かめながら。で、ここの空間、
をちゃんと意識する。で、後からまあ、こうやって塗ってあげたら分かりやすいかもしれないよね、より。で、その人は結構こういうことやらせると線対称っていうので、なんか線がグニャグニャなったりとかすると思うのよ。例えばこうしたいのにこうなっちゃったみたいな。まあこれは極端な例だけどね。そうなった場合も、あ、失敗したなで終わらせるんじゃなくて、もうこの線は消さなくていいので、じゃあこの線がどういうラインでつながってたのかなということをこうやって後からね。で、それができるまでこうやって何回も何回も試してあげると。で、今はまだ4マス4マスなんだけど、これで4マス4マスができてきたなってなったら、もっともっと大きい区画で練習していく。じゃあ3マス3マスはとか、6マス6マスはとかって、なんかどんどん。で、これは今正方形なんだけど、これ別に正方形じゃなくても長方形でもいいので、例えばこんな感じの長方形でこうやって線があって、まあ、すごく大雑把に書いたけど、で、例えばどんな感じに入ってんのみたいな、この中でこういうラインとかでもいいよね、全然。で、その人はね、結構綺麗なラインを書くのが苦手な人だと個人的には思ってるので、まあ、そういう時にね、こういう雲型定規を使って、最初のサンプルの線はこっちでなんか引いてあげちゃって、こうやってね、支点とこう引いてきた時に、じゃあこっからまずはマス目を数えて、この辺ぐらいかなっていうのをバーッと数えてってやれみたいなさ。で、初めのうちっていうのはここの線のライン結構信用しちゃっていいので、ここの線の幅を信頼してあげる。例えばこれがもっともっとこの辺ぐらいのちっちゃい幅だった時に、こうやってあってね。で、そうなった時にここにある時は大体この辺ぐらい通ったなって、まず最初にチェックを打ってあげる。こんな感じで、例えばなんかこうこんな線があったとしてさ、大体この時にここってここぐらいかなとかっていうのをちゃんと意識しながら。で、これまっすぐじゃん、大体。だからまっすぐっていうことは大体まっすぐなんだなって。で、慣れてきたら、このチェックするポイントっていうのを少しずつ減らしてって、徐々に徐々に線対称により近づけれるように。うん、まあ、こうやって練習してみるといいんじゃないのかなと思ってます。まあ、これ極端な例だけど、例えばこんな感じのラインとかでも線対称っていうのは別にできるので、まあ、いろんな線路を使ってね、練習してみてください。じゃあ、まあ今回はこんなところで終わろうと思います。じゃあまたね。